フィアット C29 フィアット C29 は1929年のシュナイダートルフィーレースに参加するために開発されたイタリアの競技機であるチェレスティーノロザテッリが設計しフィアットが製作した3機が製作され2機が事故を起こしレースに参加することはできなかったツインフロートの単葉機で主翼の構造は木製の桁構造にアルミニウム合金板張りで この機のために開発された1050馬力のフィアットエース 5V-12 エンジンが搭載された。1929年6月初め、デゼンツァーのデルガルダの研究所で、フランチェスコ・アジェードの操縦で初飛行した。6月12日、1号機は着水するときに、ボートの後席に衝突して空中に跳ね飛ばされ、失速し垂直に水面に衝突した。 操縦席から投げ出されたアジェロは無傷で救助されたが、機体は失われた。安定性の問題を解決するために、尾翼面積を増加させた2号機がすぐに作られた。1929年8月12日、イギリスの航空雑誌の記者の前で2号機は事故を起こし、アジェロは無事であったが水没、破損し、エンジンは90メートルのガルダ湖に沈んで、行方不明となった。 空軍大臣のイタロ・バルボは3号機の製作を、命じて3号機が急いで組み立てられたが、飛行試験することなくシュナイダートロフィーレースの開催地のイギリスへ送られた。レースの開催中に、フィアット C29 は飛行することはなく、マッキー M52 とマッキー M67 で参加した、イタリアチームは2位、4位、6位を得た。3号機は、 いいにあバばで空軍歴史博物館に展示されている。ありがとうございます。